さんこんにちは。今夕方5時前、日本時間も夜中夜8時頃かな。ちょっとね、都会の方に出てくる用事があって、今都会の方に出てきてます。すごいでしょ、人通りも。ちょっとね、寄り道でお菓子屋さんに今来てます。120ルピーで1キロ、うん、何ムチャやね、セーオ、いつかな、ナムキン、ナムキン、うんうん、こうやってね、自由にね、味見をどんどんしちゃうんですよ、インドの面白いところ。ちょうどね、これの作り方をね、今見ていこうと思います。で、横がね、お店で、ここでこうやって作ってますね。近くで見せてもらおう。面白い。トラサトラサトラサ。ガラムヘン、すげえ熱いこれ。あ、美味しい。味はどう言えばいいのかな。フライドポテトに近い味かも。今ね、どん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 こうやって見てても買いに来てる、ね、みんな有名なんでしょうね。ちょっと私は初めてなのでわかんないけど。で、こうやって押し付けて作っていきます。まあ、ベビースターラーメンですね。こうやって新しい食べ方、こうミックスしたら美味しいんだよって。ハロー。甘さ、これしょっぱいだけなんですけど、甘さと味もあってね、ちょうどいいぐらいですね。横に買いに来た人は4キロぐらいこれを買って帰るね。すごい。これほんと塩味で美味しい。こっちの方はね、ちょっと癖があってイライチが入ってるような味ですね。向こうは甘いだけなんですけどね。こっちナムキンでちょっとあの小麦粉揚げただけのようなやつ、うん、ここお菓子屋さん。でもね、これ見てるとかなり重労働なので大変そう。すごいわ。すごくこのおっちゃんもうずっとこれ多分20回ほど見てるだけでもしてるので、かなりの大変そう。全体重乗せてますもんね。すごい。あたなんか。浜田のアナンデ。ジャパニー。私はアナンデ。お。インド人。あお。あんたの？あんたの？日本語この人でできるっていうことで、とれとれって話して、小さい小さい、とらとら、ちょっとちょっと、ちょっとちょっとこういうね、なんか面白いおっちゃんと出会いました。さあ、ということで、買いお買い上げをして帰っていきたいと思います。こんな形のお菓子屋さん、ローカルなお菓子屋さんですね。昔ながらのお菓子。さあ、この後ね、この道をバイクで帰っていきたいと思います。こっちじゃなかったわ、こっちの道を帰っていきたいと思います。バイクで2人乗りです。さあ、ということで、いつも見てくださってありがとうございます。あ、牛さんもそこにいるな。いつも見てくださってありがとうございます。またこれからも見てください。ちなみにこの辺お菓子街なので、同じお店がいっぱいあります。こっちも同じお店で、目の前は護送車かな。帰ろうと思ったら面白い光景。お前しか行かないインド人の、これ今ね、お互いがもうお前後ろ下がれって喧嘩中です。あ、向こうが下がった。その横からこうやってね、ギリギリを入ってくるインド人、面白い。